今日は学校を飛び出して取材へ出かけます。前回お話を聞いた津波当時の資料を保管している高宮さんのお宅を訪ねました。いや、私とご主人がね、私が結婚して52年ぐらいになるんですけど、もうそれ以前からも集めてたんですね、若い時から。それがもうそこに ある資料いろいろあるんですよ。これがその1707年にここ浦城の庄屋さんが書いたっていう、ね、その時の本文なんですよ、これ。だからもう305年ぐらい経ってるんかな。宝永4年の1707年、10月4日です。これは旧暦なので、今の暦では10月28日になるそうです。午後2時ごろ、あの南の方、海鳴りがして大地震が発生した。震源地はね、南海沖で、マグニチュード 8.4。 1時間過ぎた頃、午後3時ごろに津波が打ち寄せてきた。その潮が満ち渡ってね、そう見たら、あの浦城、そこ浦城のそこら辺はもう湖のように見えたそうです。浦城では、あの洋服地の石段2つばかり残すですから、あの2つ残って3段目まで水が浸かったっていうんですね。津波がそこまで、あの波が打ち寄せた。それで、ね、大津波があったので、もう何年かはもうそのみんなが不自由した生活が続いたって書いてます。この書いた人はですね、あの常日頃そういうことがいつまた起こるかわからないので、その常日頃から用心しておかなければならない、今後のために書き消して送って最後書いてます。続いて実際に洋福寺の石段を見に行くことにしました。300年前は水がここまで押し寄せてきたんだって。本当に大きな津波だったんだね。なんかの津波が人の家よりもすごい高くて、自然の力はすごいなと思いました。なんか屋根より水が浸かっていたのですごかったです。最後に災害が起こった時の備えについて、与野津振興局の増井光也さんにお話を聞きました。防災無線の勉強を今日はちょっとしたいなと思います。なぜ防災無線があるかといいますと、災害が発生する前に気をつけてくださいよっていうのをみんなに知らせる目的、そして今度は実際に発生した時にすぐ避難してくださいよっていう、そういう呼びかけるためにあります。衛星が分かりますか？衛星、通信衛星、日本地域をずっとな見守りです。そこと通信して人の手を介さずに自動的に防災無線で流れるようになっています。被害を少なくするために工夫していることは何ですか？はい、一番大事なのは人の命な、一人でもその助かることが大事になってきます。で、故障がないようにチェックしてもらう。放送があったらね、自分たちだけじゃなくて周りの人にもな、こういう授業をきっかけに一緒に逃げようやっていうような、そういう心づもりにはしてください。屋外スピーカーのことや家にある小さな無線のことを教えてもらって、知らなかったことが分かったのでよかったです。分かりやすく丁寧に書きたいです。取材をして新聞作りの情報は集まったかな？次回、子どもたちは新聞のレイアウトについて勉強します。